はい、ダーシマ動画チャンネルです。今日紹介するのはこちら、仮面ライダーゼロワン変身ベルトデラックスザイアスラッシュライザー。はい、そんなわけでね、プレ版から届きました。あのジンの赤いやつです。今日はこちら開けていきましょう。ダーシマ、さあさあさあ、開封していきますよ。よいしょ。おお、さあ取り出していこう。うわぁ、すげえ、かっこいい。はい、改めまして今日紹介するのは、変身ベルトデラックスザイアスラッシュライザー。ジンのね、バーニングファルコンが使用するベルトでございます。はい、こんな感じ。後ろこんな感じ。おぉ、後ろもいいね。おぉ、さあ、もうどんどん開封していきましょう。おお、さあ出していきましょう。これがスラッシュライザー本体。おお、めっちゃかっこいいじゃん。うーわー、すご。そしてベルト止めですね。ベルト止め、はい、そしてバックルー。さあこれですよ、ボーニングファルコンプログライズキー。うわ、かっこいい。こんな感じです。おー、すごい。バーニング。あ、ごめんなさい。はい。こんな感じになっております。めちゃくちゃかっこいいね。こんな感じ。もうあとはこれにね、チェーンつけてこうね、ぶら下げればもう完璧ですね。さあ、こちらのスラッシュライザーなんですけれども、まあ、もう見てわかると思いますが、エイムズショットライザーの、バージョン違いみたいな感じですね。ただ、まあ、いろんなところね、パーツ変更になってて、まあ、銃だったのが、こう、剣に変わっていたりとかするんですけれども、多分大体のギミック自体はね、似たような感じになると思います。はい。こんな感じです。いいね。いいね。赤ってかっこいい。はい。こんな感じ。おー、すご。すごい。はい。そしてこちらが、バーニングファルコンプログライズキーですね。こんな感じです。はい、開くとこんな感じ。すごいね、こちらもかっこいいです。さあ、絶縁シート抜いて音声の方も確認していきましょう。おお、バーニングファルコンアビリティ、バーニングファルコンアビリティ。音声はこの2つですね。そしてここの LED が発光します。はい、ザイアスラッシュライザー電池入れたのでね、音声の方を確認していきたいと思います。電源オン。はい、電源入れるとね、スラッシュライザー、そしてここの LED が発光しますね。この状態で、通常攻撃、トリガーを引いてみましょう。いきます。はい、音声はこの一つかな、一種類かな。連打できますね。長押し？長押しは特にない。さあ、それじゃあ変身遊びやっていきましょう。いきます。大気音がかっこいい。おー、すげえ。ちょっともう一回聞いていいですか。はい、こんな感じです。装填するとね、こんな感じになりますよ。
かっこいいね。いいじゃん、いいじゃん。はい、じゃあ必殺技とライダーキックやっていきましょう。必殺技はね、よいしょ。取り外して、バックルから取り外して、上のボタンを押します。そしてトリガーを引く。さらにライダーキック。トリガーを引く。いや、めっちゃかっこいいんだけど。いいね。はい。じゃあね、別のプログライズキー入れてみましょう。ライジングホッパープログライズキージャンプ to the sky turns to a rider kick. おー、これはこれでかっこいいですね。はい、じゃあね、今度はいろんなベルトにバンディングファルコンプログライズキー装填してみましょう。めっちゃかっこいいじゃん。必殺技。続いてエイムズショットライザー。滅亡人ライフォースライザーにも装填していきましょう。サウザンドライバーにも装填していきましょう。絶メライザーにも装填。
イクロンライザーにも挑戦していきましょう。アタッシュカリバーにも装填。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダー01変身ベルトデラックスザイヤスラッシュライザーを紹介しました。はい、こちらね、プレ版限定のアイテムとなっております。まあ一般では売ってないんですけれども、めちゃくちゃかっこいいベルトですね。はい、そしてこのプログライズ機もめっちゃかっこいい。そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。おすすめの動画もよろしくお願いします。そんなわけで今日はこの辺でバイバイ。